秀吉は柴田勝家とお市を賤ヶ岳に破り、織田信長の後継者の座を確実なものとした。これに対し信長の次男信雄は三河の徳川家康と組み、対抗姿勢を強めた。秀吉家康両雄は各々大軍を率い、小牧長久手の地に参集、ついに決戦に及ぶ。石田三成もまた秀吉の側近として戦場に出た。家康の正当性は織田だがその織田が終わっている。第3話小牧長久手の戦い、すべてはリーダー。さて、あの家康殿が相手じゃ、この戦一筋縄ではいかんだろうな。秀吉様。なんじゃ三成。殿は何のために天下を取るのです？みんなが笑って暮らせるよう作るため。それがわしの約束なんさ。普通にありじゃろ。活に動くなよ。敵はあの家康殿じゃ。動けば必ず痛い目を見るぞ。池田軍、岩崎城へ進軍中の模様。あったあけに動くなと言うても無駄じゃったわ。秀政殿、救援に向かってくだされ。いざ戦おう。弱い敵将だった。綺麗な顔してやるじゃないですか。いざ戦わん。名のある武士とお見受けいたせ。名のある武士とお見受けいたせ。もう終わりか。弱い敵将。三成はわしの敵じゃ。期待するぞ。さすが家康殿じゃ。これでもう突破できる。よし、あれの出番じゃ。壊されんよ、しっかり守るんじゃ。
弱い敵将だった。お見事です。この程度で誇れる奴らの気が知れるな。誇れる奴らの気が知れぬな。本田平八郎戦つ参る。よっしゃ、この勢いで小牧を落とすんじゃ。本田平八郎忠勝、何人たりともここは通さぬ。なら迂回して小牧城を攻めるまでじゃ。剣の助けからわしを運ぼうぞ。忠勝はいかがまなりに強すぎりゃ相手の本陣を狙え。弱い敵将だった。貴様にとどろく無茶ぶりぞ。深追い無用。
何のこれしき。
モノノフとして正々堂々勝負です。弱い敵将だった。三成はわしの誇りじゃ。期待しとるぞ。私が未熟でした。行きます。負けられぬな。わしには背負うものがある。役は秀吉に劣らない。敵は敵は知ったような口を聞く追い惚れだな。敵将だった。当然なれば刺して喜ぶこともない。